さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 皆さんおはようございまます。朝6時半になりました。今日なんですけどもねうんちょっとねいつもと違う思考で行きたいんですけどもはいこちら高市さんね致命的欠点とを通るあの厳冬者の社長なんですけども厳冬者の社長の健城さんが高市さんってさねこれだからダメなんだよとうん安部さんも言っていた <laughs> えっと結構ねえ本当みたいなねそういう話をしておりましたでうんこのことについてなんですけども私のこのチャンネルに対しましてね結構コメントで入ってた ですよ賢治さんのことどう思うかとかねちょっと賢治さんに触れてくれないかとか結構ありました私もどうしようか迷っていたんですけどもまあ結構あったもんですからね私ももう一度この動画しっかり見まして私の見解とあとはね賢治さんが言ってることですよね賢治さんこういうこと言ってたよっていうのをそのまんままとめて伝えたいと思いますさあということで番組はねこれなんですよ 「生形伝論 TV」ってありますけどもまあこちらね右から2人目にケンジョンさんがいましてまあねあの井川さんの顔も見えますとでこれねチャンネル登録40万ぐらいいるんじゃないかなまあ相当かなりまああのまあ星系のね人気番組ですし中身も非常に濃いし面白いしねまあ非常にあの楽しいというまあそういう番組なんですけども、えー、今回ねこの番組の中で途中から高市さんのことに触れていた いたんですねで高市さんにつきましてこの健城社長がいろんなことを言ってたんですけどもいやあのねちょっと驚きましたねで右側の井川さんもえそれはさすがに私も初めて聞いたとそんな内容がね多々出てきたんですよさあこちらの社長健城さん厳冬者の社長なんですが。 まずね、この健城さんというのは、高市さんはちょっとダメだと。いや、これは別にいいですよ。ね、誰が誰を支持しようともう全然構わないわけだって。だって私はね、小泉すんずろくになったら、これはえらいことになると。河野太郎もありえないって言ってるわけですから、あこの健城社長が、高市さんはダメだと言っても、もちろんこれは何の問題もないと。で、それにはちゃんと理由があるわけなんですけども、これね、簡単に言いますと、やっぱり健城さんがね、この高市さんがダメだというのは、仲間づくりができないと。まあそういうところは決定的な、もうこれ、 致命的なもうう欠点ででであるるといい話をしているんですよでこれだけ聞きますと、これはね、もう今までもう散々これ言われてきたことですし、で、これ皆さんもご存知ですよね。もう高市さんとは仲間づくりは苦手で、うん、なかなか飲み会にもなんかにも参加しないし、こう、付き合いが悪いと。で、これはもういろんなところで言われてますんで、まあ、これはそうだろうなと。で、このね、県庁社長が言うのもね、これは確かに最もなんですよ。私もこれは当然こんなことは分かりますけども、やっぱりね、仲間づくりができないと、 政策もね通らないんですよね。 ですから、高市さんというは政策能力、ね、こういう立案能力はもう抜群なわけでしょ。で普通は官僚がやるようなことを、これは夜なべして自分でやってしまうと、いやこんな人はいないと思います。だから私はもうこういう人にぜひ総理大臣になってほしいと思うんですけども、ただ現実論を言いますと、いろんな政策とかね、こういうことをやりたいというのがあっても、やっぱり根回しであるとかそういうことがないと、これ動かないわけですよ。現実論として動かないんですよね。ですから、そういうところで空回りしてしまって、結果 的に短命政権に終わって何もできないというそういう可能性があるとでこれは私も否定しませんあの可能性としては十分こういう形でね高市首相が誕生しても短い矢で潰れてしまうとこれは確かに私はね言えると思うんですよねだから高市さんの改善点として今も、ね、この推薦人集めのところで言ってますけどもこれはね、えー、高市さん普段やらないと思うんだけどもこれは頭を下げてお願いしますとそういうことも必要じゃないかって言ってる人結構いるわけでしょ ですから健城さんもまあそのあたりも指摘しておりまして、まああいうとこっと高橋さんとは足りないんだよなまあそういう話をしているんです。よね、えーそして あとなんですけどもね、これはもう、県庁さんしかこれはわからない話なんですけどもうん、例えばね、いろんな話をしてましたが、こう簡単にまとめてパッと話をしますと、まあ、あご飯を食べようとか、そういう機会が、まああまあ、実際には、まあ、あったと、でまあ、理由があってね、ちょっと安倍さんのあの一件の事件があった時に重なってたもんですから、あそれで1回、まあ、ペンディングにしようってことで伸びたと、で伸びたんだけども、それっきり連絡がない。 とかねあとはこれは健二さん関係ないんですけども他の人がね、えー、この高市さんといろいろ付き合ったりこうしている時に高市さんがこの都合のいい時というのはバン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 連絡があるとこれ健二さんも言って、ま、個人も言ってましたけどもであるんだとところが健二さんが何か用があって連絡をするともうそこから梨のぶてでもう返信すら返ってこないとで、えー、それについて僕はさすがにこの人って言ってどうなってんだろうと思ったということでまあ ありていに言ったら、人間性を疑ったということを言ってるんです。あ、いいですか。これ、賢者さんの話ですからね。賢者さんは、この番組の中で、そういうことを言ってるわけなんですよ。 ですから、この健常さんの指摘とか、まあ、体験ですよね、あとは他の人からもそういう話を聞いているってことを健常さん言ってましたで。これは健常さんが言ってることが本当だと仮定した話になりますけども、その場合というのはこういうところでは高市さんは僕は、ね、直した方がいいと思いますよね。でさっきも,言,っても言いましたように、これで首相になったとします。でなった時に、そういういね、ほら、 本来の政策とかこの、ね、あの対外関係とかこう外交ですよね関係ないところで足を引っ張られて短命で終わってしまうというのはもうめちゃくちゃもったいない話でしょそうですよねこんなバカなことはないと思いますので今、健次社長が言っていることが本当であればこれは高橋さんは、ねえー、直してねまあ健次さんがこういうことを言っているということはね高橋さんの耳にも入るような気がしますのでもしあ 確かに私そういう面があるなと思ったらこれは直した方が私はねいいと思いますこれに関しましてはね。 そしてね、もう一個ね、うん、ま、いろいろ言ってましたけども、えー、驚くべきことを言ってました。あの、前回の総裁選ありましたけども、あれは安倍さんが全面的に高市さんをバックアップしていたと。えー、ところが力及ばずだったというのが、私を含めて、世間一般のこれ、なんでしょう、これ、まあ、常識でしょ。みんなこういうふうに思っていたと思いますよ。で私も当然そう思ってますよ。で、ところがね、県庁さんが言うには、まあ、安倍さんとはね、当然これ、通関の中の県庁さんだったんですけども、 安倍さんにね、ある時電話をした、これ、総裁選の最中かな、最中だったと思うんですけども、連絡をしたと、でそうしたら、安倍さんがですね、ちょっとね、なんかあの慌ててるっていうんですよね。というのも、高市さんがほら、総裁選の途中ですっごい勢いを増して、ひょっとしたらこのままね、えー、これ、投票で勝って総裁になっちまうんじゃないかと、そういうね、雰囲気あったじゃないですか。で、その時にあに安倍さんに連絡をしました安倍さんが焦ってたっていうんですよね。で何に焦ってたたんだろうと思いましたらこのまま 高市さん総裁になってしまうぞちょっとやばいなとえちょっとこの勢いあのなんかもう落とすといいますかちょっと抑えなくちゃいけないなってことを安倍さんが言ってたって言うんですいやいや私もねこういう趣旨の話を健丈さんがしたのを聞いてええー、って驚きましたよえ本当に安倍さんそんなこと言ってたのとそれでそもそもねそんなバカなことだってありえないわけでしょだって応援しているんだから高市さんが首相になった方がいいわけでしょそれなのに高市さんの勢いが増してく できたわけですからちょっと抑えないかんなんで安倍さんが言ったとそんなことは辻褄が合わないじゃないかと思ったんですよでこれ県庁さんの話ですよで県庁さん曰くこれ安倍さんとしては河野太郎にだけは首相になってもらっては困るとまあその辺の絡みがあって、えー、この高市さんね出てもらって高市さんに票を食ってほしいというどうもそれがあこの安倍さんのども趣旨だったらしいんですでこの安倍さんとしてはじゃあね高市さんに本当になってもらうとこれはこれでどうかなと思う 今度は健常さんと同じ意見らしくて政策通はも,もちろんんすごいんだとところがまあさっき言ったようなこの付き合いであるとかね根回しであるとかあそういうまああの人とのまあまあ信頼関係ですよねそういうところというのが高市さんは欠けてる部分があるとこれは安倍さんも認識していただから高市さんに今なってもらうというのはこれはまずいんじゃないかと安倍さんも言っていたんだよとこれを健城さんが話をされていたんですよ。ははいいいですすかももう一回回ますけども今回私はね健常 健常さんが言ってたことをそのまま伝えますんでねはいということだったということなんですよで横にいた井川さんもえそんな話は初めて聞いたといやいや私も驚きましたし同じこの動画をね見た皆さんも驚いたと思うんですけども、えー、これを健常さんが話をしていましたそれでものすごく興味深かったのが実はコメント欄なんですよあ後でねこの動画概要欄に貼っときますから皆さん見ておいてほしいんですけどもコメント欄が興味深かったですねでこの 番組っていうのは保守系の番組なんですけども基本的にはこの県城社長に対しまして、えー、まあ同意すると言いますか「いややっぱり県庁さんいいこと言うわ」とかねあとはさすが情報量が違うとそういうコメントに普段なるんですけどもこの回だけはねコメントが全然違っておりまして「県庁社長見損なった」とかね「いやー高市さんますます応援する気になったと」としかもこの県庁社長が「あこの高市さんというのはあの人はねあの制作オタクなんだよな」 というところをま取り上げまして、政策オタクとはどういう言い方だと侮辱するんじゃないみたいなね、そういう反応。 これがねコメント欄にダーっと連なっているんですよまあ健常社長それはねま百、あ、も承知だと思うんですけどもまああのこれ保守系の番組になりますのでこの健常社長のねこの番組を見てる人の中の多くは高市推しのはずなんですよところが健常さんがこういうこと言ったもんですからそういうコメントだらけになってしまったいやいや私ねそれがものすごい興味深かったですはいところでね 今の健城社長のこの話も全部含んだ上で私の意見ですけども、それでも私は高市さんということになります。というのは、これね、日本保守との百田さんも同じなんですけども、私百田さんにも文句結構言ってますよ。<laughs> 文句って結構ね、しょっちゅう言ってますけども、ただね、そのマイナスの部分に比べてプラスの部分が圧倒的に多いんですよ。ちょ,ちょいプラじゃありません。ちょっとプラスじゃないんですよ。 的にプラスが多いとだから日本保守党にも頑張ってほしいと。いくらね、あの、百田さんがね、選挙官の中で音見さんを歌っても、私、あれやめてくれって本当に思ってるんですけども、ただね、音見さんを歌うマイナスに比べたら、百田さんがあえて前面に出てくる方が、日本のためにどれだけよくなるかと。だから頑張ってほしいと言ってるんです。で、高市さんも同じねえ、こういう形で高市さんがね、人付き合いが悪い、まあ、これはもう事実でしょう。みんな言ってますもん。で、私はそれはね、さっき言いましたように、実際に首相になったら、これはね、明らかにマイナス。 マイナスになってきますし寝回しをしないことによって政策が通らない高橋さんの意見が通らずに短命に終わるという可能性がね十分私はあると思うんですよただそういうマイナス面をこれ差し引いても高市さんが首相になるってことがどれだけ日本のためになることかと私は思ってますので結論としては私は高市さんになりますだからね今回のあのコメント欄のさっき話をしましたけどもやっぱりね多かったのはあの高市さんがねいくら人付き合いが悪いとか言ってもね、えー、そんなそっちの方 こうだけを取って高市さんを押さないというのはおかしいだろうと健常社長とこういう意見が圧倒的大多数を占めておりましたうん、こんな感じなんですよさあ皆さんどう思われますかねはいあのさっきも言いましたけどあの概要欄にねここの動画貼っておきますんでえその該当部分見てくださいであの私ね頭出ししておきますんであの36分ぐらいあるんですけどもこの高市さんの話に入るところに合わせたところからこう再生できるような形でリンク貼っておきますので皆さん見てください 是非ね,、えー、ぜひね見た後に意見をいただければと思いますちょっとコメント欄ね是非ださい私はね今言ったような意見で最終的にはマイナスがあっても圧倒的なプラスで私は高市さんということになるんですよねうん皆さんどうかなあそうそうそうこんなことも言ってたな健常社長がねえっ、ー、とほら角田隆宗さんが今一緒になってガンガン してるでしょであとはほらあのジャーナリストの山口さんね山口さんももう高市一択だって言ってますねでその話をねちらっと健二さんが出しましてでこの門田隆将さんなんか一緒にあんだけずっといるわけだからなんか気が付いてもいいと思うんだけど気が付かないのかな門田さんなんて言ってましたでここで言う気が付かないっていうのは今こう指摘しましたねこのまあ,あの高市さんの人付き合いの悪さとかこれは健二郎さんの意見ですよ健二さんの意見だと高市さんがあちょっとそういうね冷静にね 書くみたいなところがあるとこれケンさん指摘してるんですよでそこにカドタさんあんだけいたら気がつかないのかなカドタさんみたいなこともね言っておりましたはいこれをね最後に付け加えておきますさあ今日はですねあのケンさんが言ったこと私はねあの客観的に伝えましたのであとは皆さん動画見てくださいねやっぱりこれまた聞きですとニュアンス変わっちゃいますんで実際にこのねケンさんが話していることを見た上で皆さんねいろいろね意見をいただければと思いますそれでは 今日の動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。